石川町駅は神奈川県横浜市中区石川町2丁目にある東日本旅客鉄道根岸線の駅である。駅番号は JK09。副名称は元町中華街。1964年根岸線の延伸時に開業した。中村川をまたいで作られているが、駅の北側にある横浜中華街と南側にある元町の両者の利便性を考慮している。 国鉄は当初、駅名を東駅の南側およそ500メートルほどのところにある観光地、山手にちなんで山手町駅、あるいは東駅から北へおよそ1キロメートルほどの山下町にある港にちなんで港横浜駅と名付けようという意見があった。しかし、地元住民の運動により石川町駅と命名された。それまで、 寂しい町であった石川町の特に一丁目付近は、この駅の開業により、当駅から山手や元町への通り道となったため、一転して賑やかとなった。また、この駅の建設にあたり、立ちの木などに応じた元住民らは、石川町の永久名誉町内会員とされた。以後長らく、山手や元町、中華街といった横浜の主要な観光スポットへの入り口の駅としての、 役割を果たしてきたが、2004年に横浜高速鉄道を港未来線の元町、中華街駅が開業したため、元町の最寄り駅の座を譲ることとなった。相対式ホーム2面2線を有する高架駅。構内中ほどで線路は中村側を渡っており、その上空を高速道路が横断する。JR 東日本ステーションサービスが駅業務を自宅している。 館内駅管理の業務委託駅。山手方の高架下に元町口、館内方の高架下に中華街口の駅舎が設けられ、各ホームからそれぞれの駅舎に階段が降りている。元町口及び中華街口ともに緑の窓口が設置されていたが、中華街口については指定席券売機への置き換えに伴い窓口を閉鎖している。自動券売機と自動改札機は、 両方の駅舎に設置される。2008年中頃には、中華街口のバリアフリー工事が全て終了し、上下エスカレーターの設置とエレベーターの設置、及びトイレの改装が行われた。なお、この工事以前からエスカレーターは、上り専用のものが設置されていた。売店は、中華街口改札内正面のニューデイズ、石川町店がある。JR の特定特使内制度における、 横浜市内の駅である。2020年度の1日平均乗車人員は23,303人である。2003年度前は1日平均乗車人員が4万人を超えていたが、横浜高速鉄道港未来線の開業以降は減少傾向にある。2015年度は根岸線で唯一、前年度よりも乗車人員が減少した駅である。 近年の1日平均乗車人員の推移は、下表の通りである。高架の上を、首都高速道路がまたがる、駅園傾写真を左右に横切るのが、石川町駅。その上に、首都高速道路がかかっている、東駅周辺地区は、横浜市における都心の一つである、横浜都心に指定されている。元町や中華街が近くにあるが、港未来線開通により、 最近は、元町、中華街駅に流れる傾向が顕著となっている。周辺には、女子校が多く、女子中高生の利用が多いため、乙女駅の異名がある。北口の近くのことぶき町は、山や、鎌ヶ崎と並ぶ山、大戸屋街である。副名称として、元町、中華街とあるが、港未来線の元町、中華街駅からは 1km 弱離れているため、 注意が必要である。最寄りバス停留所は、吉浜橋、元町となる。以下の路線が乗り入れ、横浜市交通局により運行されている。両バス停とも、横浜市電の本木線の停留所として1905年に開業したが、根岸線開業後の1970年に廃止され、バスに転換された。注車区店。ありがとうございます。